皆さん、おはようございます。おはようございます。飛行機女子×キュイストのルイです。美キャリアアドバイザーの水落貴代です。今週も新しい1週間が始まりましたね。イエーイイエーイルイルイが珍しく乗ってくれたあれいつも乗ってなかったっけイエーイとはなかなかあ、本当初かな、うんうん、タカちゃんが映った乗り映った、そう乗り映った今先週ね、うん、仕事がちょっと立て込んでいたんだけど、うん、忙しい時のタスクをこなす感じが好きなんだよね。私の場合その日一日にやりたいことや終わらせたいことを朝の仕事前にノートに箇条書きで思いつくだけバーって最初書くんだけど、うん、完了するたびに丸をつけるから、なんだろう、丸をつけるたびにさ達成感味わえて楽しいんだよね。おお、いいねいいね。うん、じゃあなんか普段ってルイルイはそのノート兼手帳みたいな感じで使ってるってこと？そうそうそう、自分ノートに結構書いちゃう。あ、そうなんだ。うん、うーん、それいいね。なんか頭の中が整理できてね。そうそうそう、なんか朝ってすごい思考がクリアだから、うんうん、なんかね書き終わった瞬間なんだろう、爽快感あるよ書き終えただけで確かにね、確かにね、わ、うんうん、かるわかる、うん、うんうんうん、いいねいいね。もう私も先週ねやりたいことにあふれてて、うん、仕事の方向性が固まったりとか、もう YouTube のコンテンツ考えたりだとかしてものすごくね生き生きしてたいつにも増してそうそうそう、もうなんかね一筋の光が見えてワクワクしてるよ。そうなんだうん、なんか私の場合ね、一日のやりたいことっていうよりはどちらかというと中長期的にね長い目で見たものが多いから達成感っていうのはあんまり感じないんだけど、もう道筋を考えるのがね楽しい。もうあれなの、普段から中長期的に長い目で見たものを書いたりするの、うん、そうそうそう、まずそこからなんだよね。でそこから考えて、じゃあ1週間単位でどうするのか、1日単位でどうするのかみたいな感じで細かく逆算を立てて。おー、あれだね、飛行機でいうとタカちゃん、うん、長距離路線のフライトって感じだね。あ、本当？長距離どの辺なんだろう、うん、海外とかさあ、ハワイとかもそう。そうそうそう、あ、いいね、うん、私はなんか短距離フライトみたいな、東京、うん、大阪みたいななるほどね、うんうんうん、そうタカちゃんってねいつも生き生きしてるけど、うん、先週はよりテンション高くなったんだね。そうそうそう、パーッとね目の前が広がったんだよねなんかあれだね、一筋の光が見えた瞬間っていう感情いいね。うん、そうなんだよね。なんかもうなんだろう、すごい清々しいし、視界がもう広くなって、うん、もうなんか良好になってくると、なんだろう、たまらない高揚感がねあ、確かにあって、そう、なんかそんな感じをね、なんかいつもノートにね書いてるんだけど、ノート見返すとねワクワクしてるなって感じるの字から伝わる。そうそうそう、うん、でね、この間旦那さんに、もう高江はノートの中でもキャッキャッピしてるから可愛いなって思ってるよって言われたのあら朝からニヤニヤするようなやり取りだねそうそう、あ、実際もいつもね、なんか旦那さんにノートを見られるからね。それすごいよね、見られてもオープンで OK みたいなうん、なんか最近ね、もう旦那さんに対してのフラストレーションってあんまなくってだからね、なんかあの料理作ってくれたりしたら、あ、最高だな、私はこんな旦那さんと結婚して幸せだなっていう風に書いてるの。だからそれを見てニヤニヤしてる、
私までニヤニヤしてきた。タカちゃんってさ、バリバリ働くキャリアウーマンの一面もあったり、うん、一方でね、今回みたいにキャピキャピしている可愛い一面の両方あるよね。キャー、嬉しい。いいね、いいね。これからの仕事とか YouTube のね、うん、活動が決まってきたりしたら今後楽しみにしてる。うん、うん、ありがとう、嬉しい、うん、はい。ということで、このパラキャリラジオではパラレルキャリア女子の私たちがお仕事を中心に頑張っている女性の皆さんに向けて、月曜の朝からご機嫌になれるような内容をお届けするウェブラジオとなります。配信は毎週月曜朝7時半から、奇数回は美キャリアアドバイザータカちゃんのチャンネル、偶数回は飛行機女子かけるキュイストルイのチャンネルにてお届けしますので、もしよかったらチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ということで、本日のトークテーマに移りたいと思います。35回目のトークテーマは、おうち時間が増えた今だからこそやったらいいことです。イエーイ、イエーイ。そうそう、緊急事態宣言がね、出たりとか、うん、リモートワークが進んでおうち時間が増えたっていう方も多いんじゃないかな。うんうんうん。不要不急の外出は控えてくださいってアナウンスもあるし、おうち時間は増えるだろうね。うんうん、きっとね、なんかこのパラキャリラジオを聞いてる方の中にも、そのような状況で不安になったりだとか、これから先のことに不安を感じている人っているんじゃないかなって思って、うん、まあ、そんな方に向けて今だからこそやったらいいことっていうのをお話ししようかなと思ってます。おお、この状況を逆手に取るってことだね。そうそうそう、うんうんうん、確かにね、外出できないからお出かけできないみたいに、できないことに意識を向けるとそれだけで気持ちが下がっちゃうと思うんだよね。うんうん、うん、もちろんできないことに意識を向けること自体、気持ちが下がること自体は決して悪いことではないんだけど、私たちは自分次第で自分の意識をどこに向けるのかを選ぶことはできるし、うん、選べるなら自分の気持ちが喜ぶ方、うん、幸せになれる方に自分の意識を向けたいよね。うんうん、ね、そしたら最初にタカちゃんにおうち時間が増えた今だからこそやったらいいことを聞いてみようかな。うん、うん、おうち時間が増えた今だからこそやったらいいことは、自分だからできることを考えること。お、自分だからできることを考える、うん、そう、まあ、レイレイがねお話ししてくれたように、できることに目を向けて考えてみるっていうことかな。うんうんうん。というのはね、最近私の周りでパラレルに働きたいっていう声をよく聞くのよ。うん、うん、でパラレルキャリアを選ぶのもね、いい選択肢の一つになるよね。うんうん、あ、うん、よく聞くんだね。そう、そうなんだ。うん、確かに今は在宅勤務が増えてきてるし、会社に出勤する、うん、まあ、通勤する働き方以外の働き方が増えてるから、パラレルキャリアは働き方の選択肢の一つになるよね。そうそうそう、だからこそこれから何かを学び始めるっていうのもいいかもしれないんだけども、その前に自分だからこそできることって何かなっていうものを考えて、自分と向き合うことっていうのも必要だと思うんだよね。うん、確かに。うん、働き方を考える上で、もちろんね、周りからのアドバイスや情報を得ることって大切だけど、うん、それよりも大切なことって、自分が大切にしていることを自分が知っていることだよね。うんうんうん、いわゆるね、これって自分軸って言われてるやつだけど、うん、自分軸がないと考え方がブレちゃったり、うん、結局自分にとって何がいいのかが分からなくなっちゃうからね。うん、うん、ただね、と言っても自分一人で最初考えると
これまでそれこそやったことがなかったら最初ってなかなかパッと思い浮かばないかもしれない、うんうん、だからね自分をもっと知れる方法をだからこそそうだね自分をもっと知れる方法をすでにできている人から学んでからやってみるっていうのもありかなって思う。そうだよね、私たちも魔球医人として自分ノートとか取説セミナーとか、まあ、全国で今開催しているからぜひ使ってみてほしいよね。自分のことがよく分かっていると自分が危険な状態になる前に回避することができるし何よりも自分に自信が持てるようになるんだよね。本当そうだね。ぜひ自分ノートと取説を使ってみてほしい。しかも今はさ自分のお父ちゃん会や取説セミナーを対面ではなくてオンラインで開催しているから、それこそおうち時間にぴったりかなって思う。まさにそうだと思うね。おうち時間が増えた今だからこそたった一人の自分について見つめてあげるのもいいんじゃないかな。いいこと言う、ありがとう確かにそうだね1月も最終週に入ったし、この1ヶ月どんな感じだったかなって自分の足跡を振り返ってみたり、来月2月はどんな1ヶ月過ごそうかなってこれからの自分についてなんだろう自分との未来会議をするのもいいかもね。いいね自分との未来会議。そうワクワクするかなって思う。すごいワクワクするね。はい、ということで35回目の配信はここまでとなりますがいかがでしたでしょうか。パラケリラジオでは視聴者の皆さんからの質問を募集しています。こんなこと聞いてみたいとか教えてほしいなどありましたら概要欄にパラケリラジオお便りフォームの URL を貼っておりますのでもしよかったらチェックしてみてください。ウェブラジオ以外にも私たち2人はブログやメルマガ各種 SNS や YouTube も配信しておりますのでもしよかったらフォローしていただけると嬉しいです。また今朝のウェブラジオが参考になったとか朝から元気になったなど思ってもらえたらグッドボタンチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは今週のパラケリラジオはここまでとさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。来週月曜朝7時半にお会いしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。いってらっしゃい。